都知事選が終了して、やっぱり緑のタヌキかと、がっかりした人も多かったと思いますが、やっぱりでした。ただ、得票数は290万票で、前回の360万票よりは、70万票ほど少なくはなってる。石丸さんは160万票で、蓮舫が120万票。二人合わせると、なんとか緑のタヌキに対抗できる感じではあるね。緑のタヌキは、60代、70代の支持者が多い。テレビばかり見てる世代ね。30代から50代も半分弱の支持者があるってのも、どうしてなんかと思うわ。50億もかけたプロジェクションマッピングなんか見れば、支持する気になれんと思うけどね。そんな中で、公職選挙法違反での刑事告発がされてる。5月28日に、都内の区市町村長の有志52人から、都知事選への出馬要請があったと報じられたが、緑のタヌキサイドからの働きかけによる自作自演の疑いがあるとして、都民ら175人が、6月26日に緑のタヌキを、公職選挙法公務員の地位利用容疑で刑事告発している。それから、7月5日には、動画配信されている都知事選挙の期間中の記者会見の場で、選挙運動に対しての質問に、有権者の反応を具体的に説明するなどしたのが、現職としての地位を利用した選挙運動に当たるとして、弁護士2人が、公職選挙法違反の疑いで、告発状を東京地方警察庁に提出してる。とにかく、特定の記者にしか答えず、平等性に欠けるし、街頭演説もヤジの飛ばない八丈島で始めたりしている。そして、八丈島では、民家を30分間訪問。そこには、公明党のポスターが貼ってあった。報道陣はゼロ。選挙期間中の個別訪問は禁止されている。このことに関しても、都民ファの小島幹事長はトイレ休憩と言い訳してる。これに関しては、中で何を話していたかもわからないんで、言い訳はできればね。そんなわけで、学歴詐称問題から公職選挙法違反まで告発がされてる緑のタヌキやけど、うまいこといけば、失職という可能性もあるわけやけど、もしそうなれば、2位は石丸伸二さん。160万票も獲得したわけやけど、この人は選挙後に色々と取り沙汰されてるね。ミスターサンデーでの元乃木坂46の山崎怜奈とのやりとりなんかで、人間性が垣間見えるようなことが出ている。それから、訴訟問題もあるね。ポスター未払い請求に関して、最高裁は棄却で2審確定で敗訴。それから統括を受けたとして、石丸本人と安芸高田氏に対する訴訟は、石丸に対する訴訟は棄却されたものの、氏に対する損害賠償は一審で認められた。もし、緑のタヌキ失職ならば、こんな人が都知事になる。3位蓮舫も公職選挙法違反があるから、多分知事になれば訴訟問題が起きる。緑のタヌキの凱旋へのやめろコールも、蓮舫の写真がついたプラカードを持った人たちがやってたから、蓮舫陣営が妨害行為をしたとすれば、公職選挙法に触れることにもなる。もし3位までが失脚した場合は、4位の田上さん。田上さんの演説は聞いたことがなかったけど、改めて聞いてみると正しいことを言ってるから、4位ということもなんとなくわかる気がする。まあ、マスゴミが取り上げたってこともあるけどね。ただ、参政党がバックにいるってことがネックになったんやないかな。紙兵も応援演説してたらしいし、参政党、紙兵に対するアレルギーがあるからね。ちょっと参政党と関わることで損したいやないかな。5位は安野さん。全然知らんかったけど、かなり聴衆は多かったらしいね。この人が演説すると、
次第に人が集まってくると誰かが言ってた。何しろ、マスゴミに映らないからね。それでも5位。AI を活用して仕組みを変えていくってことは、すごく良いことやと思うし。変な話、AI で様々なことを決めてもらった方がいいかもしれんと思った。人間やと様々な思惑が出てくるからね。それで、利権とかいろんなことが出てくる。利権などなく、すっきりと将来のためのことを AI に判断させた方が良くなっていく気がするけどね。そして、6位にうつみん。12万秒ほどやったね。後ろ盾がなかったけど、この得票は本人としても少し残念に思われたんやないかな。ただ、うつみんで思うことは、やはり天皇に対する言及やね。やはり皇室は日本人の心の拠り所になってるからね。そのあたり、いろいろな文献を紐解いていけば、確かに縄文人とは違って、神武天皇は侵略者やったかもしれん。平成天皇もそれについて言及したかもしれん。そやけど、皇室に関しては、うつみん個人の考えであって、皇室を潰すというつもりはないということを、どこかではっきり言った方が良いと思う。個人的に権力者が嫌いだということだけならいいけど、皇室に対する強い言及は、後々は皇室を潰す気か?ということに取られかねない。皇室は、やはり日本人の根本的なものという考えの人が大多数なんで、皇室批判と取られる言及をしている限り、支持が増えにくいんやないかと思う。7位に暇空お金さんやね。まあ、石丸さんに対抗して出馬されたんかもしれんけど、はっきり言って、ちょっと票割れにつながったように思った。ギリギリで出馬表明したわけやけど、打倒緑の狸という状態で出てきてもらっても、票が割れてしまうだけに思えた。結果、緑の狸の援護射撃をしてるように思った。それから、8位の石丸幸人さん。この人も全然知らん人やけど、もしかして石丸真嗣と間違えて書いてしまった人もあったんやないかな。石丸って名前は珍しい名前でもあるのに、なぜか都知事選で同じ石丸が出てきたんやね。アディーレ法律事務所を設立した人みたいやけど、行列ができる法律相談所とかにも出てるんやね。全然知らんかったけど、マスゴミとは深いつながりがあるみたいやから、もしかして、石丸間違いを狙って出馬要請されたんか?と、勘ぐってまうね。とにかく、緑の狸に対しては、30代、40代でも、半数近くが支持してたとは、実に驚きで、実態を本当に知らんことが分かった。本当に、東京や日本は壊される危機的状況やのにね。刑事告発がいくつかされてるんで、なんとかそっちの方から引きずり下ろしてもらいたいけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。